アメリカのバイデン大統領が来年11月の大大統統領領選挙にに出馬すると正式に表明しましまた。バイデン大統領は先ほど日本時間午後7時に自身のツイッターに動画を公開し4年前に大統領選に出馬したとき々はアメリカの魂を巡る戦いの最中にいた今もその途中だ自己満足に浸っている場合ではないと強調しました。 去年11月の中間選挙での民主党の前線などを受け党内ではバイデン大統領の再選に向けた機運が高まっていました一方 NBC ニュースの世論調査によりますとバイデン氏の支持率は41%と依然低く次の大統領選挙に出馬すべきではないと回答した人は70%に上っています その多くは現在80歳になるバイデン氏の年齢を理由に挙げていて今後、本格化する選挙戦でどれだけ有権者の不安を払拭できるかが鍵となります。